皆さんこんにちは、水野優香です。今ねもうね急いで家に帰ってきて、もうこの辺とか汗だくでメイク崩れてるかもしれないんですけど、動画回してます。で今日ご紹介するのがじゃじゃーん、7月20日発売のリップモンスタークリアトーンです。今日午前中仕事の打ち合わせがあって出てて、ちょっと帰りがけにそろそろリップモンスターの新商品が発売だから、もしかしたら先行で店頭に置いてないかなと思って寄ってみたら、まさかの全色揃ってる状態でゲットすることできました。めっちゃ嬉しい。なのでね、今日はリップモン大好きな私が肌なじみがいいと言われてる、ちょっとクリアタイプになってるっていうこのリップモンスターの新商品をガチで忖度なしにレビューしていこうと思います。あとね、この3色をちょっとこう既存のリップモンと一緒にどんな感じかっていうのも紹介できたらなと思っているので、色味をこう知りたいっていう方もわかると思うので、よかったら最後までご覧ください。私もね今初めて開けて使うので楽しみです。ではどうぞ。でですね、今ですね打ち合わせしてきた時に今つけてるのはケイトのリップモンスターのピンクバナナ、今つけてます。今12時45分なんですけど、8時半ぐらいにつけてから1回打ち合わせ前に塗ったから10時ぐらいだったかなにつけて、今こんな感じ。やっぱりねいろんな落ちないリップってめちゃくちゃ出てきてるんですけど、やっぱりねリップモンが一番使いやすいし、長時間なんか人と会うとか出かけるっていう時は、私ねやっぱりねケイトのリップモンスター一番使ってます。でこのピンクバナナっていう色は春夏とかあったかい季節にすごく映えるピンクとしてお気に入りで使ってるんですけど、ほんとねリップモンは全体的に色が濃いものが多くって、マットタイプも私使ったりするんですけど、やっぱり一番王道のリップモンがツヤも出るし保湿感もあるし落ちにくくて一番使ってると思います。だからね、それと比べてこのね新しいシアートーン何が違うのかなっていうのもご紹介できたらなと思っています。まず開封一番は、これなんて読むんだろう、ケイトのリップモンスタークリアトーンの CO1 塩化モンスターで合ってるかな。あー楽しみ、これ新しいコスメ開けるときってめっちゃテンション上がりますよね。クリアトーンはなじみ発色カラーが唇の色と同化して長時間持続で落ちにくいリップだそうです。開けてみました。なるほど、わかるかな、動画でわかるかな、蓋がねちょっと透けてるんです。かなりダークトーンなんですけど、クリアタイプの蓋になっていて、こっちはね今までのと同じ感じ、そこのシールも同じ感じで、1番はシアーなレッド系のカラーになります。私色黒なのでこっち側に塗ってみますね。こんな感じ。あ、本当に結構シアー系の色味、他のリップモンと違って結構透け感がある感じがします。赤だけどピンクも入ってるような赤なのですごい使いやすそうな感じがします。2番はクリアトーンの C02 肉食モンスター、こんな感じ。ちょっとスモーキーなピンク系、なんかこうちょっとモテカラーなくすんだような感じのピンク色のリップになります。本当に薄くピンクで、01番よりは確かにピンク味が強くって、ちょっと色付きリップの濃いやつっていう感じのピンク色って言えばいいのかな、そんな感じがしました。次の色はね結構冒険色なんですけど、リップモンスター C03 の枝花モンスターで、3はこんな感じで、お、結構ブラウン系ですね、ヌーディーなブラウン系に見える。はい、あ、ちょっとオレンジ味の入ってブラウンっていう感じかなっていう感じになります。でもシアーだからこれリップモンスターだけど落ちないのかなって気になりますね。ちょっと実証フしてみますかね。よし、じゃあちょっとポン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 、はティッシュにはつくけど、こんなクリアなのに結構色持ちは良さそうな感じがする。なのでね、ちょっとこの
ックバナナのリップモンスター落として1番から3番まで全部つけてみたいと思います。はい、拭き取りクレンジングでちょっとリップ落としてきました。なので1番から塗ってみたいと思います。はい、01番塗ってみました。どうでしょう。これね、初めてクリアトーン塗ってみたんですけど、かなりね、色付きリップじゃないけれど透けるような感じでめちゃくちゃナチュラルに仕上がるリップなんだなっていうのを気づきました。あのすっぴんの唇にちょっと色がついたなっていう感覚って言えばいいのかな。だからモテメイクとかすっぴん風メイクとか学校メイクとかそういう時にいいんじゃないかなって思いました。しかも赤って言ってもなんかほんと血色感が上がってで、赤といえばちょっとケバいって思う人もいると思うんですけど、全然あのナチュラルな感じでとってもいいですね。なんか今までのリップモンと本当に発色とか違いすぎて、これが落ちないリップになるのかなっていうぐらいちょっと不思議なぐらいすっごく自然です。めっちゃ自然。じゃあちょっとね、2番もねちょっとつけていきたいと思います。これもね本当にね自然なピンク色という感じで、確かにさっきの01番の赤よりはピンク味が強くって、青み感もほんのりあるかなっていう感じはあります。でも本当にこの色もめちゃくちゃ透き通る系でナチュラルなので、リップクリームの感じっていうか本当に色付きのリップみたいな感じでナチュラルになってるなと思います。これでもあれですね、本当に普段よりもメイクがケバく見えなくって、私みたいにアイメイクっぽい人とかはすごくナチュラルでいいのかもって思います。この色私結構好きだな。うん、可愛い色味だなと思います。では3番もつけていきたいと思います。この色はちょっとカゲロウに似てるかなって感じなんですけど、かなりねヌーディーです。こっちでつけてたよりもオレンジ味よりはベージュ感を感じますね。で、私が地黒でイエベだからちょっとこの色は顔色がよく見えるっていうよりはちょっと沈んで見えちゃうけれど、色白でブルベとかの方がこれは似合う色な気がします。うん、今度はね既存のリップモンはねもう本当にいっぱい持ってるので、この中から似たようなカラーあるかちょっといろいろ探してみようと思います。はい、いろんな色を見てみましたけど、このクリアトーンの01番、この色が一番似てるなって思ったのは02番のピンクバナナが一番似てるかなと思いました。はい、装置してみるとこれがクリアトーンの01番です。で、ピンクバナナはこんな感じ。まあでもね、パッと見の色味は似てるけど、やっぱりクリアトーンの方が淡い色づきになってますね。クリアトーンの02番に一番色味がまあ近いかなって思ったのが13番の3時 AM のほろ酔いです。って言っても結構色味違うかなと思うんですけど、これが私が持ってる中では一番近かったかなと思います。はい、これがクリアトーンの2番です。で、今度は3時 AM のほろ酔いです。まあ3時 AM のほろ酔いの方がだいぶ青みは強いんですけど、どちらもね淡いピンク系っていうことで、まあ、この2つが似てるかなという感じがしました。クリアトーンの03番に一番似てるなって思ったのはやっぱりこれでした。03番のカゲロです。どちらもねベージュ系の色味で、こうやって並んでみてもかなり色味近い感じがします。はい、こんな感じのちょっとオレンジ味が入ったように見えるベージュブラウン系です。で、カゲロウは、はい、こんな感じで、でもカゲロウの方がね全然色の発色ちょっとぐちゃってなっちゃったのもあるんですけど、やっぱり濃いですね。クリアトーンがどんだけ淡いのかよくわかると思います。
実際ね、見た感じこの色が一番近いかなっていう既存のねリップモンスターを付け比べしてみたんですけど、やっぱりこのクリアトーンはめちゃくちゃもうなんていうのかな、色付きリップぐらいのすっごくナチュラルな感じでつく感じなので、既存のリップモンとは発色感全然違うなっていう風に思いました。だから今一番気に入った02番を付け直して付けてみたんですけれど、ちょっとねこの後打ち合わせのあとお昼ご飯食べてないので、それが終わった後にこの口がどうなってるのかちょっとね検証していきたいと思うので、少々お待ちください。いってきまーす。はい、ランチをして30分ミーティングし終わってここにやってきました。どうかな、画面だとちょっとピンク残りしてる感じするけど、そうですね、ちょっと色味は残ってる。あとリップモンらしくなんかこうムラムラとかじゃなくって、じゅわっとどんどんなんか色落ちしてるけど、唇全体には色残ってるなっていう感じがちょっとあるかな。でも本当にこのクリアトーンはなんつうのかな、ほぼすっぴんに近いけど色が乗ってるっていう感じですね、仕上がりが。だから普段のリップモンをイメージして買うと全然違うので、結構驚く人多いんじゃないかなと思います。で、個人的な感覚としてはちょっと本当に今回初めて発売されるって言って先行発売で買ってきてつけた感覚なんで、本当にファーストインプレッションですけど、私としてはちょっとちょっと色味薄いかな。メイクをしっかりして出かけるっていう時にこれはちょっと物足りないから、すっぴんだけどちょっと口に色のせたいとか、ママ系のなんか行事でつける時とか、あとはほんと学校メイク、ティーンとかの方が意外といいのかな、10代の女子中学生とか、ちょっとなんかリップ感覚でつけるにはこれすごい可愛い気がするから、なんとなくちょっと物足りないかな、っていう感じがしました。正直な忖度なしのレビューだと、はい、っていう感じです。でもね、本当一度塗りしかしてないし重ね塗りもしてないから、もしかしたらね今後使っていくうちに、あ、これをいいじゃんってなるかもしれないんですけど、今回の初めて使った感想がこんな感じです。ではね、今日の水のゆかチャンネルいかがだったでしょうか。本当にね、リップモンスターが好きな方が買い物の参考になったらとっても嬉しいです。でね、しかも今日に限ってここにちょっとニキビができてしまって、ドアップで映った時とかね、本当にちょっとお恥ずかしい口元で本当申し訳ありません。しかも何回も塗ってたら余計荒れてきちゃって、ちょっとそこが気になってしまいました。本当にすみませんでした。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。